まあ、シドニーでやってる、まあ、モニュメントというか、まあ、ゲートなんですけど、まあ、あれが、まあ、シドニー市の市庁舎もう全部通行止めにして、あの歩行者天国に変えて、まあ、トラムだけはこう走るんですけど、まあ、基本的には人のいる場所に戻していこうっていうようなことをやってて、まあ、そこにまあ何かモニュメント的なものを作るってことで、まあ、今やってて、まあ、ゲートがいいんじゃないかってことでゲートを作ってるんですけど、でそういうなんかその空海体験を伴うようなあのモニュメントを作るってことと、同時にそのモニュメント自体にそのあのはっきりした形を与えないにもかかわらず、何かみんなであのイメージが共有できるってところで、まあ、あの雲ってことにしたんですけど、いわゆるそのゲートでの形はしてるんだけど、まあ微妙に形を歪めることによって見る場所によって全く違った造形に見えてくるっていうのを、まあやるのと同時に、それがまあ空間体験としても現れてくる。ここが面白いとこ思ったのは、この元々の歴史的な建物のあのが残ってみるし、同時に超高層が横に立ったりもするっていうんで、もう結構やっぱ建築のスケール自体が時代を超えて多様なんですよ。でところで、まあ、その中間にあの例えばあの雲のようなオブジェクトがある、雲ってものがそういろんな視点で、だから そういうようなものを造形としてここに作る、このぐらいの大きなあのモニュメントっていうのをあの、まあ、現代建築の中で作れるというのはなかなかないと思ったから、まあ、なんかその空モニュメントとその空間の在り方をなんか考えられるなんかをこう一つとして、建築がもっと民主的になっていく前の時代には結構いっぱいあったかもしれないけど、まあ、現代においてはそういうのじゃない。